皆さんお元気？楽しくバトルやってますか？さて、今回はコメントで新編成にケプリは入れないのかってご質問いただき、クロー4つ全てがマーク2関数としたので、それじゃあ1つチャレンジしてみようってことでクリップとなりました。それじゃあ始まります。それでね、以前の新編成なんだけど、正直言ってランク下げ疑惑の影響もあるとはいえ、どうもうまくいかない感じ。というのも、コロコロを編成に入れて以降、ほぼ間違いなく敵にもコロコロが出てきて、結局 B コン合戦となり、その間に味方敵関係なく壮絶なバトルを展開してるって感じ。それで結局 B コン獲得数はトップだけど、ダメージは最悪となる。もちろんキルだって最下位って感じ。こりゃまずいぞって思い、スタートアップではなく中盤後半に出撃しても、敵のコロコロが B コン染め上げて、かなり負けが積み重なるって状況でした。そこでこれはコロコロの本気を出してみて、キル取りに行けいいかなって変更してみると、まあまあってところ。なのでコロコロを入れた新編成がかなりいい感じってなると思ったけど、そこまでの期待する戦果は上がらないので、いまいちって評価です。そこでね、コメントいただいたケプリのことを思い出して、クロー3つまではマーク2関数としてたので、もう1つ関数とさせました。この段階でケプリ編成のバトルは10戦ほど、まだまだ久しぶりで感覚が戻ってない状態ではあるけど、その評価としてはコロコロに匹敵するとこまではいかないけど、 B コン確保はそれなりにできてるし、当然移動しつつダメージやキルを取ってく、そのあたりの総合的なとこでコロコロでもケプリでも役割としては同じかなってものです。あくまでコテネタのスキルでの評価なので。前半と後半のクリップの違いは、モジュールがスピードかダメージかって差です。コロコロの代わりならニトロを2個積む必要はあるんだけど、リンクできればかなりのスピードを得られるので、結論としてはダメージ重視の方がうまくいく、そんな印象です。その分ビーコンが取れなくはなりそうだけど、キル取ってビーコンを奪うこと考えれば同じかもね。そして最大の悩みというと、クロをアングラーに積むと足りなくなるので、ケプリにはカジェルを積もうかなって思ってる。これはこれでいい感じのダメージ入るし、そういうことでコロコロも悪くはない評価を前提に、これから12月はケプリを編成に入れてバトル続けていきます。もちろんアングラーも2機目を手に入れたので、じっくりとレベル上げていく中で編成入りさせるか、間に合わなければ新登場ロボットとなるのか、どっちにしてもランク下げ疑惑の処分を受けるようなバトルを回避する、そっちの方がこれからの注意点かな。最後にケプリだけじゃないけど、このラスト系兵器はアンプ報復95アップすると防御緩和がダブルになるので、一気にダメージが強烈になり、これにドローンチップを発動させるとぶっ壊れダメージになるよね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。